薄着で着てる人半袖やわ。優しい。これは有料のシーンです。無料ですかね。すごい。これでやってみようかな。うわーすごい。でこういう感じで写真ができると。え出てた。欲張りだね。違う。勢いよく出ちゃったなって。あなんだ。乾杯。美味しい。辛口。ちょっとじゃない。うわ。甘い。オレンジワイン。でまだね、山梨も80キロ前にありまして、10軒ぐらいじゃないかな、オレンジワインのスタイルを作り上げて。うちも去年初めて、2400キロです。はい、ありがとうございます。試飲しましたよ。ほんまにいろんなワイン飲めたね。うん、しかも無料。無料やね。でも、まあ、マナーとしてその1本買うっていうのは、うん、あるよね、日本人は。うん、なんかすごいいろいろ教えてもらったよね。いろいろ教えてくれた、うん、作り方とか、ね、そうそう。だから私たちはオレンジワインが珍しいっていうことで、うん、オレンジワインを買いましたよ。イエーイ。どれ選んだんですか？これです。クオリティコース、はい、山梨のお酒らしい。そうそう、ベリーっぽい感じって言ってた。なんかイチゴとラズベリーのなんか雰囲気って書いてあった。本当そんな感じ。ちょっとイチゴの風味も感じる。濃いの。しっとりしてない？うん、しっとりしてる。うん、まだ食べてるよ。美味しい。いいです。いいですね。こっちは肉チーム。すごいね。めっちゃうまい。ほろほろや。すごい。うん、美味しそうだね、そっちも。美味しい。もっとワイン飲みたくなる。あー
甘くないよね、これ甘い甘いえ、甘くないよね甘いね話の噛み合わせがやばい全然え、これ甘くないよね甘くないよね中立の意見なんとなく魚、夜が肉だと思ったから。めちゃくちゃわかりやすい。これベリー A っていうので、さっき飲んだあれロゼの品種だよね。うんうん、はい。わあ、すごいね。え、ブドウだけど、ちょっと笑わせ。こっちはなんか色が違うね。こっち甲州か。違いない入りましょう。はい、あ、種類すごいよ。うまい、すごいね。いっぱい売ってるね。いっぱい売ってる。1500円で170種類のワインが試飲できる。すごいよね。あ、買った。わたちゃんも買った。あれ、はい、青いは青い。はい、や、大丈夫。おお、すごい。すごい。うわ、めっちゃ広いわ。いっぱい楽しいよ。これ見して。これ。あ、首にかけるのかな。そう、これ首かけるのかな。だからこうやって。で、めっちゃさ、楽ちん。こうやって指通して、すごい持ちやすい。気に入ったやつを買うんだね。ここからこう自分で下ろして買うんだと思う。そうなんや。だからこれは勝手に開けて飲んだらダメ。確かにいろんなの次々と入れて飲んでる。青いワイン好きだもんね。どう、あんまり次来ました。やっぱり赤ワインは渋いですね。渋いよ。こうやってさ、ぶら下げたらさ、もう落ちちゃう。落ちちゃうよね。ずっと持っとかないと。今日日の出で
ラフルやね。街をドカーンって作った感じ。私たちが買い足したものもちょっと入っちゃってるんだけど、ここにあるやつは全部ついてたっていう感じ。いいね。これがバーベキューします。イエーイ。でこっちに畳の部屋もあるよ。これいい感じよね。うん、ここもいい感じ。あ、2階にもこれあるんや。うん、家内で2人しか出れないけど。確かに寒いよ。寒いね。広げてるの。それでそうです、乾燥してくるんですよね。Thank you.